はい。皆さん、こんばんはスマホ配信者のグッズでございます。今回ね、えー、30ミニッツの HLB、えー、t、えー、タイプ a を完成したので、えー、見せたいと思います。では、見てみろやということで。こんな感じにね。ちょっとこれに、ね、こう。こんな感じにできました。ピンクのね、まあ、女の子なんですけども。結構ね、まとまってていい感じですね。ピンクでかわいい。 えっとね、このね、タイプ、スカートのタイプが、このひらひらなしと通常のね、シンプルタイプで選べるんですけど、僕はね、この腰ついたのが好きなので、こういう風に選びました。あと首のね、やっぱ取れるとことか、箇所とかあったりして、割とちょっとポロッと取れやすいとこが何か所あるかなっていう感じですね。可動は結構稼働して、首がね、こう、割と上下にちょっと一個動くのと、 ちょっと動く動かなかったっけうん。で、まあ、ボールジョイントで動くのと、耳、耳がか、いてるのねで、これがね、動くのと。で、手も、ちょっと武器外していいかな。えっと、銅がね、ここ二重になってて、こう、前にも動きて、割と自由に動くかな。でも、えっと、ロールが回って、肘関節が動いて、えー、っとね、手の、この手首が回ります。 こっちもそう。あーって、回って。で、こっちも横も動いて。<laughs> 横も動いてない。足も割とね、えっ、ー、と、動きます。ロール。で、ここもロールは、うん、二重ロールかな。二重ロールで、えっ、ー、と、太もものこの部分が横にしたいとき。で、これも横にしたいとき。で、もしくはロボットなんで、ここだけを横にしたいときと。 ここはずっと全部回転できます。で、横に動く。干渉。これ外すとね、横まで、最大まで行きます。前、後ろ。で、えっ、ー、と、ここの関節はここまで、後ろまで。前はそんなにいかない。足なんですけども、足は、えっ、ー、と、前に、後ろはちょっとだけ前に動きます。で、ここはちょっとこう、押さえることで角度をつけることができます。ロールはないですね。 これは反対も一緒ですね。ここも一緒なんで。んここの横の可動は、割とパーツは簡単に垂れてるので、若干こう動かしたりすることもできます。外すこともできますので、好みの合わせ付け替えるのがいいですね。ネットのここなんですけども、ここは、えっとね、3箇所あって、自分の好みにね、変えることができます。 こ,れこういう、ちょっと上に上げたやつとえ、さっきやってた真ん中より、えー、ね、真ん中と、この最後の一番下までやると、バイザーを下ろした感じになりますあ。自分の好みに合わせてね、するのが一番いいと思います、ね。こんな感じで。で、えっと、武器はね、 武器なんですけども、一応ここが分割します。でこれは重武器として,持,て持たせることができます。こううで、こっちも、えっ、ー、と、攻撃武器なんで、こういうふうに、二刀流っていう感じでもできますし。アクションするんであったら、えっ、ー、と、こう足を上げて。ちょっと横にずらして、こっちの足を。 で、中で、えー、っと、構えつつ、こっちの武器で、えー、っとね、横にか、これを横にして、こんな感じで、こう横打ちながら、これでザッシューって。うん。横向けた方が自分でポーズをね、つける方がいいですねで。予備パーツに、手首パーツがね、いろいろついてます。こんな感じで。 で開き手。開き手の反対。で、えー、っとね、片方の武器のね、持ち手のちょっと角度ついた版かね、こう、銃を下に向けたような感じの。で、これらのパーツは、ここの手の甲がね、これ一種類しかないので、これをね、えー、付けるときには外して付け替えないとないので、まあ、ほんまにポーズ固定の時に付けた方がいいですね。いろんなポーズもできます。 ま、どこかで見たね、えっ、ー、と、なんかね、アプリの、お尻のやつとかね、再現できます。お尻のやつってね、こんな感じで。ちょっと、ライダーキック的な、をやりつつ、銃が届かん、銃がね、弾が切れた時に、こう、いつばって、ちょっとバにガニカニまでだったけど、こんな感じにしたりとか、 あと、膝をちょっと入れてから、こういう感じです、するのもいいし、うん。結構ね、このシリーズというか、まあ、コードだけじゃないけどね、いろんなロボットたちはね、結構ね、ほんまに角度が豊富なんで、まあ、首とか一部ポルッと取れたりするけどね、割とね、角度がすごい豊富なので、ね、ガシガシ遊んで、うん、自分でほんまにスタイル決めて作るのがいいですね。 あと、あのー、別にね、え、オプションパーツ結構売ってますので、まあ場所によっては、今まで出た武器パーツにつけるやつあったり、えっ、ー、と、まあこれのシリーズのタイプ B とか、まあいろんなやつのやつを組み替えてね、自分でオリジナルキャラを作ることができるので、結構ね、幅広く遊ぶことができるのも魅力的かなと思います。まあこれ、女キャラおるだけで全然ちゃうよね。 あとで平成パーツね、外してって、あの今ね、まあ、女の子タイプめちゃくちゃ人間みたいな女の子タイプみたいなつけることも可能だしね。すごく、うん。遊んでみてください。いい商品なんで。ほんまにね、安くていい商品やからすごい。遊びやすい商品で。作ってるのも楽しいしね。うん。なるほどなって思う。ここが確か二重品字でこう。 こう、後ろに下がってから前に持すると、太ももをちょっと前に上げれるかな。段差をつける。この状から。こう前に引き出せるギミックがついてる。こんな感じですね。今回紹介したのは、z イティミニッツのアチェルビーター、えっ、ー、と、タイプ a ですね。以上ですね。クズでした。また見てな。じゃあね。また見てなってまた言ってな。<laughs> 以上です。